GT-1 とは第二次世界大戦中にアメリカ陸軍航空隊によって開発された航空魚雷である。本兵器は航空機によって安全な距離から航空魚雷を投下し送り込むことを目的としている。GT-1 は実戦投入のための試験中十分な成功が確認され戦争末期に限られた本数が投入された。エアロン化により アメリカ陸軍航空隊向けに開発された GT-1 はギガバイトマイナス1系列の滑空爆弾から派生したものである。この兵器のエアーフレームは廉価で単純な設計であり、搭載物を携行するか後、それに装着される主翼と装備翼を備えていた。GT-1 の飛行経路は自動操縦を あらかじめセットして決定しておくもので、10日後のこの兵器の安定した航路を放置した。通常、GT-1 は高度3000メートルで搭載航空機から投下された。理想的な状況下では、これにより40キロメートルのスタンドオフの距離を与えることができた。GT-1 の弾頭は、マーク13モッド2航空魚雷のもので構成されていた。また GT-1 は、 パラベインを装着しており、機体の本体部分の6.1メートル下方で栄光された。水面にこのパラベインが接触すると、爆発ボルトが魚雷を解放するために点火され、それから魚雷はプリセットによって標的を捜索、破壊するための海面操作パターンを実行した。1943年中に最初の試験が行われ、GT-1 の成功が確かめられた。 また、任務のための実用ユニットが現れた。ノースアメリカン B-25 ミッチェル爆撃機から投下される GT-1 は戦争末期に短時間実用された。1945年後期、沖縄における3回の作戦でこの兵器を用いたことが知られている。鹿児島県に対する作戦が1回行われ、11機から13機の GT-1 を投下。 着水に成功した。正規空母1、軽空母1、貨物船1への3本の命中が記録されている。B-17 もまた GT-1 を傾向する能力があった。第2次世界大戦の終結に続き、耐水上艦戦闘における航空魚雷は急速に兵器としての指示を失い、GT カテゴリーの兵器は廃止された。ありがとうございます。